それでは今からカメラ装着して乗っていこうと思います。皆さんこんにちは、カノンチャンネルのせーのカノンです。今日はですね、私は直接運転はしないんですけど、助手席に座ってなんとマクラーレン 720S をサーキットで走ってこようと思います。知ってる方も多いと思うんですけど、マクラーレンの 720S だとか 540C とか馬力を表しているので、 720S なんて言ったらもうとんでもない車に乗るっていう感じです。噂をすればここに 720S が 720S 乗るのにまだ順番があるそうなので、このニュルブルクニックに止まっている車を見ていこうと思います。おお、はい。マクラーレンの扉の開き方がかっこいい。一番奥、あれがマクラーレン 540C カーボンファイバーの断面図です。車の魅力のうちの一つとして、速さだとか馬力だとかいろいろあると思うんですけど、そのうちの一つに私はカーボンファイバーがめちゃくちゃかっこいいっていうのが心にグッとくる要素の一つだった私は思っております。よく見てみると、このリアウィング場所によってカーブが違いますね。そしてここにあるのがフェラーリの488ですね。前に M3、 ここに M4 がありますね。なんだこれ、ここにいるだけで車の博物館にいるような気分になります。三菱の車や。何これ、この車ポルシェ、めっちゃライトあるやん。BMW の M シリーズだとかポルシェばっかりですね。ここに GT3 やケイマンの GT4 があったり、なんてことや。ホンダー、ホンダー。あの GT3前にテープが貼ってありますね。おそらくこれは虫で汚れたくないからいっぱいテープ貼ってるんでしょうね。Happy to see you again. Yes, I'm too. I'm too. Yeah. Oh yeah, this looks nice. Perfect. Arigato. Arigato. A lot of customers from Germany. I tell her from our very good special customer Masao Bunya. Yeah. He bring his own Porsche to here. Yes.それでは今からカメラ装着して乗っていこうと思います。
回の旅行はドイツに全部で5日間滞在をする予定でした。当初の予定では最初の2日間をニュルブルクリンクで過ごして、3日目にお隣の国ルクセンブルグに行って、4日目5日目はゆっくりドイツを観光しようと思っていたのですが、あまりにも初日のニュルブルクリンクでの滞在が楽しすぎて、残りの全てのスケジュールをキャンセルしてここで過ごそうと思いましたが、ルクセンブルグで取っていたホテルのキャンセルができなかったため、3日目はルクセンブルグのホテルに泊まることにしました。ですがどうしてもニュルブルクリンクに戻りたかったので、4日目の朝4時起きでニュルブルクリンクに戻って、9時からマクラーレン 720S に乗るというトンボ帰りをしました。本来の予定を大きく変えて、まさか5日間ずっとニュルブルクリンクにいることになるとは思ってもいませんでした。ニュルブルクリンクの思い出といえばお土産屋さん。お土産ショップで売られている一番驚いたもの、誰がこんなの買うのかなって思ったのがトースターでした。ニュルブルクリンクに来る人なんて観光客が多いんだから、こんな大きい箱を誰が買うんだろう、売れてるのかな、まあ売れてないから山積みにされてるんだろうなと心の中で突っ込んでいました。ところがどっこい、出口に進むと思いきや、私は気づけばトースターをレジに持って行っていました。後先考えずに買ってしまった大きすぎるトースター。私がホテルに帰って直面した問題は、機内持ち込みできる小さなスーツケースにどうやってこのトースターを持って帰れるかということでした。そこで私が取った行動は、トースターの箱をホテルに置いてくること、そしてトースターが入った分入りきらなかった服を何枚重ねにもして着用して帰ってくることでした。そうやって無事ロンドンに持ち帰って気づいたことは、このトースターイギリスでも日本でも使えないコンセントの形をしていたことです。ヨーロッパの電圧 240V は同じなので、コンセントの差し込み口を変えればまだイギリスでも使えるのですが、 100V が電圧の日本では使えません。なので日本に帰ったら変換プラグと変圧器を買って、日本でもこのニュルブルクリンクマークのつく食パンをかじっていこうと思います。はい、席に座りました。そしてベジタブルバーガー届きました。いただきます。マクラーレンに乗ってみた感想なんですけど、前回ポルシェ 911GT3RS を乗った時と比べると、やっぱりポルシェの方が怖かったです。 G で体が左右上下に振られて、特にコーナー前で減速する時なんかがもう本当に怖かったりもしたんですけど、でもそれってそれほどポルシェの方はグリップが効いてるんだなっていう風に思いました。マクラーレンの方はもうとにかく速かったです。ポルシェの520馬力と比べて、マクラーレン
720S の方は直線だけじゃなくってコーナーに入るまでのスピードも本当に滑らかに入っていったっていう感じもするし、それにマクラーレン 720S の方はターボがついてるので、このターボは低回転でも速く走れるような設計になってるので、ポルシェと比べると滑らかに速く進んでいったっていう感じがしますね。それでコーナー曲がるとき何回か 720S の車体そこが地面と擦れてました、何回か。だからその分マクラーレンの方が体がピョンピョンって浮くタイミングが何回かありました。ヒヤッとしましたけど、その分スピードで加速でトルクで前に進んでいくのでかなり面白かったです。車に乗ってみてやっぱりもっとその車のことが好きになりました。いくら何百馬力があるだとかターボ積んでるだとか車の魅力ってたくさんあると思うんですけど、それをただ聞いてるだけじゃ本当のその魅力っていうのがあんまりわからないんだなっていうのを今日乗ってみて感じました。今回は本当に貴重な体験をすることができました。本当に楽しかったです。またぜひともニュルブルクリンクで戻ってきたいと思います。幸せやキュッ。